ナンバーワンが誰なのか、何なのか、僕がお答えいたしましょう。そう、ブラックロックです。今回は、インデックス、投資信託、そして投資商に上場している ETF、それぞれから一つ、僕が最強だと思う銘柄をご紹介していきたいと思います。まずは、インデックスです。指数については多分ですね、皆さんもうたい予想ついてるでしょう。そう、S&P500。はい、来ました、と思ったあなた。まあ、ここはですね、本当に冒頭部分というとこなんで、 聞き飽きてる人はスキップしてください。実際、S&P500 という指数なんですけれども、これに連動する ETF って世界でも本当に人気になっております。実は ETF の資産ランキングで見ると、上位トップ3っていうのは全部 S&P500 に連動する ETF になっております。ステートストリート社の SPY、ブラックロックの IVV、そしてバンガードの VOO です。ちなみに、OKGoogle、OK、世界最強の指数はと聞いてみると、 一番最初に出てくるのはこんな記事。楽天証券の全世界株 VS 米国株 S&P500 に資格はあるのかここに書かれている文では、米国株市場を代表する S&P500 指数は、その圧倒的なパフォーマンスから一部で世界最強の株式指数とも言われております。ということでですね、紹介されております。そして、やっぱりこの方の一言。これもですね、多くの投資家が S&P500 がやっぱりすごいと思うようなですね、 後ろ支えになってるんじゃないでしょうか。そう。投資の神様、ウォーレン・バフェット。彼が世界最大の持ち株会社、バークシャー・ハーサウェイの株主に対して毎年、バフェットからの手紙っていうのをですね、年次報告書の時に発表してるんですけども、2013年の報告書では、こんな文章が書かれておりました。なんか一部ではですね、妻への遺言みたいな感じで言われてるんですけども、バフェットの資産をですね、もし相続するならば奥さん、現金の10%を 米国の短期国債に残る90%を超低コストの S&P500 のインデックスファンドに投資しなさい。バンガードのファンドがいいだろう。そういったですね、言葉を残しております。自分の資産の90%を S&P500 のインデックスファンドに投資しろというぐらいですね、S&P500 という指数がすごいということを認めてるんですね。もちろんですね、バフェットぐらいの能力、企業を見抜く力がある人だったらその必要はないですけども、 何もわからない人だったらこの S&P500 に投資しておくのが最適解だろうというそういった意図だと思います。そしてここでバンガードのファンドがいいだろうと紹介されてるんですね。冒頭で僕ブラックロックと言ってるんですけれども、バンガードっていうのはブラックロックに比べると結構歴史も長く、このバフェットの手紙が出た段階では実はブラックロックっていうのはほんと30歳ぐらいの若造だったっていう経緯もあります。そして ヴァンガード、ブラックロック、ステートストリート社っていう世界トップ3の運用会社。これらはみんなですね、多分 ETF とか投資してる人多いと思うんですけども、この中でもヴァンガードだけは残り2つとちょっと違ってる形態をとっております。それが何かっていうと、ブラックロックやステートストリート社っていうのは実は米国に上場しております。ですので僕たちはブラックロックとかステートストリート社の株主になることができるんです。ここですね。外部株主。そして当然、 これらの企業っていうのは株主に対しての還元というのが一つの目標になってきます。一方で、バンガード社っていうのは上場しておりませんでして、あくまでもこの利益を還元する相手っていうのはファンドの投資家になってきます。じゃあ、どういうふうに還元するのか。それは当然預かった資産を運用するっていうことももちろんです。そしてもう一つがコストのカットですね。そういった意味でバンガード社っていうのはコストカットに非常に注力をしている会社とも言えます。ただ、 バンガード社の日本法人バンガードインベストメンツジャパン株式会社っていうのは2021年の2月末に実は廃業して日本からもう撤退しちゃってるんですね。そんなこともあってで、ね、一応ですね僕はブラックロックが今現状ですね最強だと思っております。もちろんここは賛否両論あるんですけどもそういったブラックロックという会社ここに焦点を当ててここから投資信託 ナンバーワンのを紹介していきたいと思います。投資信託の市場って本当にもう修羅場でして、様々な運用会社が常に投資家の心をつかむための商品っていうのをどんどん出してきております。それではその中で最強なものは何かやっぱりそれはですね、インデックス、S&P500 という最強インデックスに連動する投資信託だと思っております。ただ実はですね、S&P500 に連動する投資信託ってめちゃくちゃ存在しております。その中でも、 比較的人気なものっていうのはここら辺でしょう。今回紹介するのが SBIV S&P500 インデックスファンド。そして e m a x s t r e m 米国株式 S&P500。iFree S&P500 インデックス。そして iShares 米国株式インデックスファンド。この4つです。このうちですね、多分上2つっていうのは皆さん結構投資している人が多いんじゃないでしょうか。 僕も実は SBIV と e m a x s スリムそれぞれ積み立てを行っているっていうところで、この2つやっぱり素晴らしいですね。この2つっていうのは S&P500 に連動する投資信託って言って全然差し支えないんですけども、若干その構造っていうのは違ってます。2つの投資信託はそれぞれファミリーファンド方式っていうのをとってて、ベビーファンド、そしてマザーファンドっていうのを経由して投資をしているんですけども、実はこの投資先っていうのがちょっと異なります。 SBIV S&P500 は、ここからバンガード、S&P500 ETF、つまり VOO に投資をしております。それによって間接的に米国の株式に投資をしているのに対してリーマクシススリムっていうのは、目論見書を見てみますと、ここからダイレクトに米国の株式に投資をしております。ワンクッション挟んでるかどうかっていうところですね。ですので、保有銘柄、組入銘柄っていうのは SBIV S&P500 では バンガード S&P500ETF、ETF これを98.8%持っているという状況です。一方で EMAX Slim っていうのはこんな感じでですね、Apple, Microsoft, 点々点々と続いておりまして、さらにここに2.5%株価指数の先物取引っていうのも若干組み込んでおります。これはですね、対象インデックス S&P500 との連動を維持するために活用しているということです。こういったですね、微妙な違いっていうところがですね、 わずかなコストに現れてきてるんじゃないかなと僕は睨んでおります。まあ、実際のところは分かんないですけどね。まあ、こんなことがあって、信託報酬は実は一番安いのは S&P500 のインデックスファンドです。そして、今回のですね、この iShares 米国株式インデックスファンドは0.4125%程度ということで、ぶっちゃけた話、箸にも棒にもかからないダメダメな投資信託でした。ただ、最近ですね、こんなニュースが出ておりました。えー、iShares 米国株式が S&P500 インデックスファンドは年率0.0938%程度と業界で最も低い水準となりましたということでコストが下がりましたよっていうようなそんなリリースが出ておりましたこれ自体が出たのはちょっと前なんですけれども名称が若干変わりまして iShares 米国株式 S&P500 インデックスファンドという名称になっておりますでコストがですね SBI V シリーズと同じになってきました合わせてきましたね 決して純資産総額ははままだ大きくはありません。ただ、ここで SBI に並べてきたっていうことから、ブラックロックの本気が伺えますね。とはいえ、なんだかんだで SBI がナンバーワンでしょうと思う人もいるかもしれませんけども、SBI アセットマネジメントが提供している、この SBIV シリーズ、やっぱり SBI グループの商品ということもあって、楽天証券では取り扱いがないんですね。マネックスなんかっていうところでは取り扱いがあるところを見ると、 やっぱり VS 楽天の意識はかなり強いようです。一方で、ブラックロックのアイシェアーズは SBI 証券でも楽天証券でも購入することができるということで、楽天メインで扱っている人にとっては、この投資信託一択だろうと。まあ、そんな状況になっております。ただ、SBI V シリーズ、まだまだ隠し玉を持っております。これは2022年の4月に行われたセミナーなんですけども、SBI V シリーズ、 運用報告セミナーということで、アセットマネジメントの代表取締役社長、梅本氏が講演されていた内容です。実は、SBI アセットマネジメントの野望、まあ一応仮なんですけれども、SBI が保有している VOO、この投資信託が保有している ETF を貸し出す、貸し株金利ですね。これによって、基幹投資家から金利を得て、その金利を使って投資信託のコストをさらに下げてやろう、ということを今、画策しております。 実現するかはわかんないですけどね。こんな風に SBIV、S&P500 は一応まだ切り札を隠しているかもしれません。ということで、まず投資信託については、今回、ブラックロックの i シェアーズ米国株式 S&P500 インデックスファンドがコスト最安に揃えてきました。SBIV シリーズと違って楽天証券でも購入することができますので、楽天経済券ユーザーの人のですね、投資信託の選択肢としては、 これが今現状ベストなんじゃないかなと思っております。ただ、注意していただきたいのが運用期間が短いため実質コストはまだ見えてきておりません。ここから資金がどんどんと集まってこれば実質コスト安くなるかもしれませんけども、いややっぱり Emaxis なんとなくいいなとかっていう形で資金が集まらなかった場合には少し実質コストが高く出てしまう可能性はありますんでご注意ください。うん、なんかちょっとパッとしないな。 投資信託、やっぱり SBIV でいいやっていう人もいるかもしれませんけども、もう一つ、投資 ETF についてもお話しさせてください。投資といえば僕たち日本人投資家のホームグラウンドですね。この投資って実は日本の企業以外にも投資することができます。もちろん、S&P500 にも投資が可能です。投資に上場している外国 ETF、これを購入するメリットって何かというと、まずは日本円で購入することができる。これはいいですよね。 わざわざ両替が不要と。そして、日中に ETF が購入可能。指数自体は米国の相場が開いている時しか動かないんですけども、ETF 自体の値動き、これを見ながら購入するのはなかなかしんどいので、まあ、昼間に見れるっていうのも一つのメリットでしょう。その他、分配金の税金的メリットなどもあります。ただ、当初実はですね、S&P500 に連動する ETF って結構あるんですよね。その中で、お前がナンバーワンだという銘柄が何なのか、 僕は基本的な考え方として、コストを最初に見ていくのはお勧めしておりません。まずはリターン、投資する指数が同じ。今回の場合ですと、S、S&P500。これが最強だというのでですね、金融商品を決めていく場合だったら、コスト。そしてついで預かり資産とか、トラッキングエラー。こういうところを見ていくっていうのが重要だと思います。ちょうどですね、この動画を撮る前日に楽天証券さんがセミナーやってまして、そこで、 当初に上場している S&P500 連動 ETF の一覧表が出ておりましたので、こちらをご紹介させていただきます。その中でもですね、やっぱり信託報酬っていうのは若干ばらつきがあります。あとは貸し株量なんていうのも意外と差がありますね。その中でも特にコストが安かった2つがこちら。マ x シス米国株式 S&P500 上場投資。これは三菱 UFJ 国際投資。e m a x i s s l の会社です。そして NEXT FUNDSS&P500 指数、パワセヘッジなし、電動型上場投資、野村アセットマネジメント、それぞれ税込みで0.077%というところです。これに対して、iShares S&P500 米国株 ETF、ブラックロックジャパン、こちらは預かり資産が512億円と、資産こそ大きいものの、ちょっと経費率が前者2つより大きかったんですね。それが2022年10月19日、ブラックロックジャパンからこんな通知が出ておりました。 アイシェアーズ、サンド P500、米国株 ETF の信託報酬引き下げのお知らせということで、2022年の11月10日から信託報酬が引き下げになると。じゃあ具体的にどれぐらい変わるのかっていうと、ここですね。上の方を見てみますと、税込み0.0125%程度だったものが、税込み0.077%程度になるということで、下に書かれているように、 昔は0.165%だったんですけれども、今までですね、0.0825%まで下げていた。これをさらに下げますよというような通知が出ておりました。ということで、2020年の6月18日までは0.165%だった。これがそこから50%カットで運用されていたんですけれども、22年の11月10日からは0.077%ということで、 当初最安に並べてきた。そんな情報が出ておりました。それが今回ですね、動画撮ろうと思った、まあ一番の理由になります。では、この3つの ETF。経費率が同じならば、やっぱり注目すべきポイントは預かり資産ですよね。預かり資産が大きい方が、指数にしっかりと連動してですね、運用することも、指数からの乖りっていうのも少なくなってきます。そしてもう一つ注目したいところは、やっぱり、購入するときに必要な費用になります。 アクシス米国株式については16,500円あれば買えますね。そしてネクストファンズ、こっちについては2,633円なんですけども、10株からの購入になりますので、実質的に26,300円必要になります。一方で、i シアーズの S&P500 米国株式 ETF は、株価自体は410円と非常に安い、いわゆる定位株でして、単元が10株になりますので、 実はコストはですね、4000ちょっとから購入することができます。ということで、資金が少ない方でも、この S&P500 の ETF っていうのをちょこちょこと買っていきやすい。これ魅力的ですよね。ちなみに今の VOO、米国の ETF は345ドルということで、1株購入するのにだいたい4万円ぐらい必要になってくるんで、意外と資金が必要になってきます。こまめに積み立てていきたい方とか、 スポット買いしたいんだけども、ちょっと余力がないなっていう人にはですね、ブラックロックの ETF なんていうのもいいかもしれません。その他、米国市場にも、VOO よりも少ない予算で購入することができる ETF も上場しております。よろしければ、この ETF についても動画で紹介してますんで、概要欄からでもですね、ぜひチェックしてみてください。さて、二つ目、東証の ETF は、iShares S&P500、米国株 ETF でした。これはまず、コストが最安に揃えてきました。 そして、預かり資産もナンバーワン。さらに、購入時のコストも安いということで、資金があまりない人もコツコツと積み立てていきやすいような ETF になっております。投資信託もいいけども、ETF でリアルタイムで買っていきたい。ちょっと今日暴落してるから買おうかな。そんな感じのですね、投資スタイルが好きな人。ぜひ、この ETF、調べてみてください。なるほど、日本の ETF か。そういうのは分かったけど。で、米国だったらナンバーワンは何なの という質問もあるかもしれませんけども、そこについてはですね、ぶっちゃけ VOO っすよ。深い理由はありませんけど、やっぱり VOO、いいですよね。ただちょうどですね、11月末まで、アイシ r ーズシリーズの ETF の定期買い付け手数料が100%キャッシュバックなんていうキャンペーンもやっておりました。ブラックロック社の ETF、ちょっと買っていきたいなと思っている人、このタイミングをきっかけにですね、積み立ててみてはいかがでしょうか。ちなみに、こんな感じの ETF が、 日本では購入することができます。高配当 ETF の HDV とか、債券 ETF の AGG、あとは金の IAU、長期国債の TLT、ここら辺は結構有名どころですね。ということで、今回は最強指数 S&P500 に連動する投資信託と投資 ETF の中から一つ選ぶならこれです、というような動画でした。投資信託は iShares 米国株式 S&P500 インデックスファンド。 コストは SBIV シリーズに並べてきて最安。隠れコストがまだ不明なところだけ注意してみてください。SBIV と違って楽天証券でも買える。ということで今後ですね、資金がどんどんと集まってきてくれることを期待しておきましょう。当初 ETF については、11月の10日から ICRSS&P500 米国株 ETF がコスト最安として登場します。経費率が0.077%。預かり資産も大きいですし、 最低購入金額も非常に安いということで、S&P500 の魅力はわかるんだけども、あんまり余力ないなっていう人の積み立て対象として、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。